国々と変化する気象と情乱、気象衛星ーズが撮影した水蒸気画像地球の大気圏では時点などの影響で常に対流が起こっている。その中でも普通の動きとは違い、時間とともに国々と変化する比較的小さな乱れが常に発生している。このように大気が乱れる現象を気象学では情乱と呼んでいる。気象学における情乱であることを明確にするため、 気象情乱と呼ぶこともある。大気は常に流動しているが、時間的、空間的にも大きなスケールの中である程度の乱れを起こしている。例えば、偏西風、偏西風波動などといった年中起こっている大きなスケールの大気の流れの中で、高気圧や低気圧、台風など発生したり消滅したりを年中繰り返すという相対的に小さなスケールの運動が見られる。 これは川の流れを観察しているとき、高地から低地へ流れるという全体的な現象の中で大きな渦や小さな渦が発生したり消滅したり地形などの影響で部分的に流れの形を変えているようなことと同じである。このような大気の流れのうちの大きなスケールの現象に対して時間とともに刻々と変化する小さなスケールの大気の乱れを 気象学では上乱と呼んでいる。また、この上乱のうち、波動性の上乱を持つものを大気上乱という。小川に現れたカルマンウズ上乱は、厳密には、定常状態からの乱れと定義されている。定常状態とは今述べた例のように、着目している現象よりも、時間的にも空間的にもスケールが大きな現象のことを言う。ただし、 気象学ではかなり講義に用いられる用語であり、低気圧や低気圧の発生が見込まれる領域のことを、上乱と言ったりもする。上乱は、大気中に、力学的、熱力学的不安定が生じた時に発生する。すなわち、その不安定な状態を解消しようとして起きる運動が上乱である。例えば、偏西風波動により、気圧の尾根から、気圧の谷に吹く風は、 地上よりも上空の方が気圧が高いという力学的不安定が生じるためにそれを解消しようと下降気流が発生し結果的に高気圧という上乱が生じるそしてここで不安定が解消された以上これ以上大きな上乱が発生することはできずその上乱の時間的空間的スケールが決定する上記からわかるように上乱は その不安定の種類によって時間的、空間的スケールが決まるので大気中には様々なスケールの情乱が存在する。ただし、それらのスケールの現象が個々に存在するのではなく、それぞれ密接な関連性を持っている。これを情乱の階層構造と呼ぶ。台風例えば発生してから数秒間で消えるつむじ風などは、時間的にも空間的にも非常に スケールの小さい現象である。大気中で温められた空気の塊が上昇する、熱法なども、時間的、空間的に小さいスケールを持つ。竜巻、積乱雲なども数時間の間発生するだけで、様々な上乱から見ると比較的スケールが小さい。このような秒から1時間単位の上乱を、マイクロスケールの上乱と呼ぶ。また、 規模の大きな積乱雲による雷雨や竜巻などは数時間にも及ぶことが多いので、これらの数時間単位の上乱をメソスケールの上乱と呼ぶ。また、低気圧、高気圧、海陸風、熱帯低気圧などの数日間に及ぶ上乱を相関スケールの上乱、超超波、プラネタリー波、ロスビー波などの数ヶ月単位で起こる規模の大きな上乱を惑星スケールの上乱と呼んでいる。 この例から、時間的スケールが大きい上乱ほど、空間的スケールが大きいということもわかる。ありがとうございます。